ターバント・アサシン・ヤスケが登場することはあるんだろうかというネットの反応をご紹介します。日大得意点で大量のアメフトマンのタックル攻撃により窮地に追いやられたカルデアを助けるやつ、それはヤスケ。プリテンダートーマス・ロックリーやめろ。マジで登場するってなったら片付き的設定差し込みである程度盛られたりするのだろうか。いろいろあって触れにくくはなったけど、やっぱりヤスケの存在自体はロマンいっぱいだし、片付きならいろいろ持ってくれただろうなと。さすがの片付きも二の鉄を踏むことはないんじゃね。二の鉄は踏まないだろうけど二の足は踏みそう。人になってサムライ道を学び現代まで生きてきました。おにぎりあげるからお帰り。盛るのはモーリアルのプリテンダー准教授がやってるし、あのヤスケは周りが最強の侍とか歴史の空白を埋めるとか歴史を無視したこと言ってるから問題なだけで、ヤスケって人間自体は面白い経歴で扱いやすそうなんだよな。マジで例の騒動なければ実は聖堂教会の代行者だったとか、謎のヤスケ X だとかくらいには盛られて登場してそうだったやつ。最強の侍にせとか武士の起源にせみたいなスキル持ってそう。でも俺、よそはよそ、うちはうちでむちゃくちゃやるロックな姿も見てみたい気もするよ。ペンサでチンギスハンイコール義経説を唱えてたやつこと、上杉謙信イコール女性説を唱えてたやつが召喚されそう。女体化しちゃえば問題ないぞ。天才か。一発でフィクションだとわかる上にプレイヤーも大喜びだからな。実は未だに何が起きたか理解してない俺。日大がやらかしたって人もいるし、日大は今回に関しては被害者って人もいるからわけわからん。たった数行程度しか載ってなかったヤスケの情報を参考書3冊分くらい捏造しまくって、それに騙された企業や学者がたくさんいて炎上。日大所属の個人がやらかしてたわけか。そんなとこだな。日大所属のトーマス・ロックリーっていう准教授が15年くらいかけてコツコツと自分の妄想を史実にしようとした。リアル異文体が形成されてるというのは冗談として、トーマス・ロックリーがお金と名声欲しさに私小説を歴史的事実と偽って出して、その時ウィキペディアも改ざんして、海外ではトーマス・ロックリーの私小説がヤスケの事実として扱われてる。正直ヤスケどころじゃなくなってきてる。当時の日本が黒人奴隷を奨励してて、それを正義のイエズス会が反対してたとか書いてた。率直に言えば歴史の捏造。あと黒人奴隷の発祥は日本とか言い出してる。ここは対抗召喚でプリテンダーゴッドハンドを呼んで金庫化させてだな。確かに似たような事例だとゴッドハンドかもしれんね。ゴッドハンドは日本の考古学を取り返しのつかないレベルで破壊し尽くしたから比べられるわけじゃないけど、これよりひどいと思う。学問体系一つ潰してるのはちょっと凄まじい。こっちはまだ取り返しがつくけど、ゴッドハンドはもうどうしようもないから、あっちの方が立ちが悪いぞ。ゴッドハンドはな、あらゆる出土品の信憑性を爆下げして、検証さえ信用ならないものにしちゃったからね。でも正直これだけ証拠を提示してもなおガンとして認めない人たちもいるし、そいつらが何も知らない子供とかに吹き込む可能性があるから楽観視は全然できない気がするな。正直朝栗のちょっと前あたりに流行った、ヤスケが恩義を感じて信長の首を敵に渡さないように自刃した信長を担いで本能寺を脱出した説が美しくて好き。その後も自由に創作できるのもいい。もちろんヨタ話を超えたヨタ話だけど、消えたノックヘッドは実はヤスケが持ち出してたんじゃないかって説もあったくらいだから、帰ってきたら本能寺あたりでマジで登場したかもしれん。ノックヘッドさえあれば本来ありえない歴史を無限に分岐させられるからね。創作の題材としては美味しい立場だったんだけどね。上でも言われてるけど、ほとんど記録がないってことは自由に動かしやすいってことでもあるし。ロックッピーは本当にやらかしたね。ええ、息のヤスケページを来年発表の自分の論文をソースに書き換える。今度はその論文を元にした著作をソースにして息を編集する。これを10年ほどという長い期間をかけて行って、ヤスケのページをソース俺で塗り替えた。それはひどいな。問題になってないの？ヤスケや内海とかいうソングがヒットするくらいには問題になってる。海外兄貴たちの話によると、読み物としては割と面白いらしいので、余計なことしなければ忍者スレイヤー的な人気作になったのかもしれないのにね。知らんかったからヤスケや内海を見てきたけど、畳が支度で春に稲刈りで神社でお香でわろた。ヤスケ問題がなくてもこれが日本です。出だされたら嫌すぎる。春のステージと秋のステージが時系列は置いといてあるなら別に良いんだけど、春に稲刈りは草、桜が咲き誇るフィールドで田んぼで稲刈りしてる人たちがいたよ。なんなら同じ時期に柿が山積みになってるぞ。公式トレーラーより視聴回数稼げてるのすごい。第一、ヤスケ問題は大体ヤスケやないかいでわかる。
そして弥助屋内会で説明されてる問題ですら弥助問題の一部でしかない。あれは弥助じゃなくて弥助だから、空想妄想の産物に存在を上書きされ、あたかも真実として熱こうとしてるって書くと急に片付き的にも役ネタ感が出てくる。この騒動で文化東洋という概念を初めて実感できた。擁護派が片付きも同じことやってるとか言うが真実ですとは言ってないからな。大胆戦国時代してる無双やバサラも含めて言うが、光栄もカプコンも片付きも歴史の空白を埋めるとは言ってない。でも UBI は言った。ヤスケ問題はヤスケを使うことよりも、それを通して黒人には配慮するけどアジア人は差別してもいいって考えをエンターテイメントを通して発信してるのがヤバい。ヤスケすればロックリーに侵食されてるのくさ。そして誰もプリテンダー呼び人を唱えないっていう。このトーマスロックリーのヤスケはヤスケじゃねえ。中黒の位置。ロックリーには申し訳ないと思ってるが、トーマスロックリーの中黒等はどうでもいい。ヤスケ自体は黒人であること以外マジで語ることないからね。10年以上かけて少しずつ歴史捏造して奴隷売買の罪をアジアにこすりつけようとしてるのはもう得意点なんよ。信長の首と聖杯を持って本来存在しない弥助の歴史を作り出し、またしてもノップの首がなくなる。消えたノップヘッドの謎、消えた理由は解明済みが始まって、偽りの歴史上の弥助と真のグダグダ弥助と宇宙より飛来した弥助の三つどもえが始まり、蘭丸 X と蘭丸も共同戦線を張るという熱い展開が始まる。状況的、流用的にしとないと何が違うのか。一緒だよ。それがもっとでかい話だから問題になってんでしょ。しとないはあくまで FGO 内の話だが、ヤスケは現実世界の歴史そのものに対してだからな。しとないをこれが歴史の真実だとか言い出したら同じと言えるかもね。得意点、UBI ソフト。ってとこかね、史実とか言い出す意味がわからないけど。今さら申し訳ないが、上にもある通り日大の准教授だけど、日大は全く今回は関係ないってこと？なんか調べたらロンドンかどこかの大学がメインらしいし、かわいそうだなこれは。さすがにぶっちゃけ日大は関係ないよ今回は。それよりももっと大きな企業の問題だから。そのうちこれが真実になるんだろうなって未来を考えると笑いが出てしょうがない。否定しようにも否定する証拠がないのだから仕方ない。でもありそうなんだよね。オナル信長と何もできなかった自分の無念を晴らすために聖杯使って暗躍する展開とか。無料開放で見た刀剣乱舞のミュージカルかどっちかがそんな感じの話だった。刀捨ての方だな。あの舞台誘われて源氏に見に行ったんだけど面白かったわ。弥助が運動神経抜群の陽気な男として現れるんだけど、実は聖杯に該当する力を得た黒田官兵衛に手を貸してて信長の恨みを晴らしたいやつっていう。思い出した、病気でコメディリリーフ的な弥助の登場シーンで会場が爆笑矢印、その後黒幕の一人と判明しばっかみたいな強さを披露矢印、シナリオで時間が巻き戻る矢印、弥助の登場シーンで息を呑む観客席って感じで面白かったわこの話。そういえばもう息が編集できなくなって捏造史実固定になったんだっけか。自分はちゃんとした方で固定って聞いたけど、どっちなん。源義経イコールチンギスハンだった説を史実って言い張るようなものだな。さすがに先祖の侮辱は NG だな。最強の侍の座を歴史書に書かれている資料を集めても1ページに収まる男には渡したくない。不可でしょう。それはネタならともかく真実として扱うのは NG。 今出てる捏造全部だとしたら受け入れられるって言ってるやつ本当に日本人か疑うわ。日本人もっと怒ってよいと思う。まあぶっちゃけがたつきには関係ないし、好きに創作していいと思うよマジで。それでガイアガヤイヤイ言ってもそれはそれで流せる。ただそこまでリスクを課すのかという不安はある。今回の論争は歴史を忠実に再現することに定評のあるゲームタイトルでちゃんと再現したといった状態で、間違った日本概念目白押しプラス文化財無断盗用疑惑があったことと、弥助の来歴がたった一人の人物が書いた妄想小説を史実に塗り替えられようとしていたことの2点なんで、創作の域を超えちゃってる気がする。創作は好きにして良いけど、それを史実として銘打ってるのが問題なのよね。朝栗も落ちたもんというか、なんだかな、残念だわ。最初にフィクションって言ってればあとは好みの問題だったんだけどな。史実に基づいたとか言い出すのはちょっといただけないね。改めて考えても信長に仕えた異邦の黒人男って属性自体はめっちゃこね回しあって面白いからな。まあ事件が冗談抜きでゲームの枠を飛び越えちゃったのはそう。まさか黒人奴隷発祥の地、それはヨーロッパではなく日本みたいな嘘歴史がかなり拡散されて受け入れられてるなんてことになってるとは思わんよ。
向こうって母数多いからフィクションと現実混同しちゃう人多いし、もう手遅れ感あるよね。最後に勝つのは大抵正しい方じゃなくて声のでかい方だからね。その日本に黒人が到来するには西方勢力経由でないと基本ないのよな。海を越えるということの難しさを知らない。さらっと自分たちの奴隷貿易の罪を日本に着せようとしてるのが悪質なんだよな。日本からしたら黒人奴隷なんて使う理由ねえし、当時って白人でも来るの大変じゃなかった？というか奴隷として連れてきたなら結局自分がやったことに変わりないし、黒人単体で来たって話なら自分から奴隷になりに来たの？って話でマジでバカじゃねえの？案件なんよな。イエズス会はボディガードで連れてきてて、イエズス会は奴隷扱いしてないけど日本で奴隷にするのが流行ったとか言ってんのよ。捏造で日本を落とすのはやめてほしいね。ノックお前そんなごちい鎧着てたか、わしが死んだとか。ヤスケはグダグダ時空なら本編からずれてるしって言い訳できたんだけどね。今はそれも厳しくなってしまった。フィクションならヤスケがとんでもない盛られ方してもむしろ好きな日本人多いと思うの。ヤスケ自体はすっごく面白い創作のネタになりそうだっただけに、今回の騒動は本当に残念よな。こんな騒ぎになったら普通の企業ならしばらくは誰も触りたくないだろ。というか仮に実装しようとなって片付きがノリノリになってもアニプレッピースが全力で止めに行く可能性あるよね。日本人忍者とか侍とか相撲の概念好きだからな。味方で出ても悪役で出ても美味しい。まあ仮にこれからヤスケをサーバントとして扱うなら、ヤスケ名称じゃなくて信長家から黒坊主をマナにしてもいいかもしれないね。今回は以上になります。最後までご視聴くださりありがとうございました。じゃあ元気よく挨拶しましょう。チャンネル登録お願いします。